言葉、それはあくまでも神聖なもの。それがゆえに汚く、みだらでなければならない。今週新しく同志に加わったのは、千葉県柏市のペンネームアボレビアン穴沢16歳。では早速お便りを読んでいきましょう。僕の大好きなユッキ、ミッカ、そしてスケベなウサギさん、こんばんは。今日は僕の美しくもほろ苦い青春の思い出を聞いてください。あれは去年のクリスマス、中学校時代の友達がクラス会をやろうと言い出したのが事件の発端でした。僕は中学校時代野球部に入っており、丸坊主だったので髪が伸びてかっこよくなった自分を見せてやろうと思い、今流行りの慎太郎狩りにしていきました。石原慎太郎、これ流行ったの30年以上前。僕がこの髪型にしていったのは理由があるんです。それは僕が中1の頃から憧れていたヌラコにかっこよく決めた僕を見せたかったからです。ヌラコって女の子だったのし、同級生。効果は抜群でした。僕が店に入ってヌラコちゃんに挨拶した途端、ヌラコちゃんは、あー久しぶりねと言ってくれたんです。その言葉を聞いて僕は心の中でこうつぶやきました。俺も好きだよと。するとヌラコちゃんはこうも言ったのです。元気だった？この子は俺のジュニア君が元気かどうか聞いているのです。あわよくばその息だった男の象徴を見たがっているのです。ああどうすればヌラコちゃんの望みを叶えてやることができるのか、そう思いながらヌラコちゃんが一人になるチャンスを伺っていました。すると積極的な彼女は自ら私を誘うかのようにトイレに行ったのです。もちろん僕も後を追いました。静かに女子トイレのドアを開け中に入ると、幸運にも彼女以外の人は誰もいません。僕は息を殺し耳をそば立て、その個室の中で奏でられる美しいハーモニーを聞いていました。ジョボ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 ああなんて卑猥な音なんだ。僕は股間が熱くなるのを感じました。もう我慢できません。僕はすぐさま全裸になり、その個室の扉によじ登り中へと侵入したのです。ヌラコちゃんは途中だったこともあってどうすることもできず、ただその可愛いお尻を僕に晒していました。僕はヌラコちゃんの頭をわしづかみにし、ジュニア君に近づけました。そしてこう言ってありました。さあ君の欲しがっていたペニペニ君だよ、君が欲しいと言ったから今日は君の体記念日と気の利いたセリフを言ってやったのです。するとどうしたことでしょう、ヌラコちゃんは僕のペニペニ君をいきなり蹴り上げこう言ったのです。てめえ早く出て行きやがれ、この全く存在感のない存在感のない高木ブーチンチン野郎。そう、存在感のないここにあるじゃないかよ。しかも高木ブーだっていくらなんでも限度ってものがあるぞ。貴様嬉しいな、いよいよ出ちゃうよ、この場で出してる、シュク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 。僕が手の動きを早めて言うと、ヌラコちゃんはこうも言ったんです。何も無駄なことやってんだよ、この大きくならない匂いもやろ。大きくならないだって、これで大きいつもりなんだよ。ひどいよひどいよ、だからいいいい、うぎゃー、誰が行くよ、出てよ。彼女はいなく、僕はお尻にモップの毛先の方を詰めポリバケツを口に加えフラメンコを踊っていました。全身に汗をかきながら、関根さん、ユッキ、ミッカ、こんな体験をしたことありますか？ないよ。今日ちょっと読めなかった、失礼いたしました。今日の言葉ですね、全く存在感のない高木ブーチンチン野郎、大きくならない尿意棒野郎。この尿意棒野郎ってのは、ゆかちゃん受けてましたね。いや、別に。ね。まあ、ひどいですね。ゆっきは、尿意棒って何ですか？尿意棒ってあの、孫悟空とか。そう、こうやって耳の中に入れといて、その、伸びろって言ったら、その、意のごとく伸びると。ですから、この、伸びは甚大にするということで、ということだったんですね。石原慎太郎さんカットってどういうカットなんですか？なんか刈り上げて七三みたいな、こういう人やっぱり私好きじゃない、これ
いい人。これこんな人いるわけないじゃん。モップの毛先用に。違う、なんか、じゃあ、いや、言葉が出ないな、参っちゃうけど。ねえ、ユッキって真面目だね。これを正面に撮るって、僕そういう真面目さ好きだな。ありがとうございます。見せてほしくないな、そういう真面目さ。ありがとうございます。うん、いやでもダメだこれ、気持ち悪いもん。そりゃそうだよね。で、体記念日ってのはうるさいね。うるさいみたいですよね。で、この作品の他に今週届いた新たな汚い言葉はですね、振り向けば、おったち小僧。何それくだらねえ。カワカムリカンガルーの赤ちゃん野郎、極細ツェッツェバエ野郎、使い方を間違えてる広岡俊のジュニア野郎。いやーだって広岡俊さんってホリプロですよ。え、ホリプロですよ。大先輩がいいよ。そうですよね、素敵な俳優さんですよ。なんでさて、ラジオの前で君、汚い言葉言われて思わず感じてしまって君、おはがきちょうだいね。はい、宛先です。郵便番号 100-87 日本放送関根勤の東京ベストヒット、私に汚い言葉を言っての係まで送ってくださいね。採用の方には3000あげちゃうよ。さて、今週もこれいつものようにこいつの登場だ。えぇ、ー、いいんだよ。あなたが一番面白いよ。妙だね。そんなことないよ。何妙だよ、二人は。そう、うん、やだ。どうして？じゃないよ。妙な人間だよ。やだよ、それ番組の始まりに言われたくないよ。でもいいことだよ。いいってよ、妙ってのはいいことだ。うん、いいってのいいじゃないよ。ピンクのマスカラシドグラップだって。いいよ、今日すごくいいわ。おかしくていいよ。おかしくなろうよ、ラテンになろうよ、ラテンに。今年の目標はね、うん、さあ、それではラテンのアシスタントからご挨拶。どうもラテンの星野ゆきです。そしてちまみかです、どうぞよろしく。みかちゃん元気だね。元気です。おとっぽの人なんかいい女みたいな。そうなの、この人なんか着るものとか変わってね、最近ね。いい女なんだ。私なんか今日恥ずかしいね。2つだよ、2つ違いになってるのに、うん、私17歳とかみたいな格好して、うん、みかちゃん大人っぽくて、いや、よくいい年の変わってる。いいんだ、19というのはね、見た目が17でもね、中身は19なんだよ、いいのよ。そう、私は中身は大人。そうそう、そう、中身は大人。じゃあ、さて、今週のゲストは？そうなんですよ、川越美和ちゃん。はい、そして川村かおりさんです。受付は女性からのみなんですよね、本当に男の子、ごめんなさいね。男の子だから、あの聞く方だけの方でね、専念してほしい。男の子の話聞きたい。私聞きたくないね。話はね、うん、声は聞きたくないでしょ。わかんないけど。あ、そう。でも女の子の聞いてもつまんないよ。あ、女はね。そう、うん、参考になる。私すごいなんか、うん、明日への活力って感じで、なんか。じゃあ一回男性特集やってみましょうか。ちょっと悲しいけど男性特集やってみましょうか。考えましょうか。考えるだけねえ、でもどうやってやるんだろうな、声出すとき。え、声出すときね、男の人ってね、うん、出す人と自分の乳房みたいなの見てやるのかな。だからどうなの、女の人はさ思い出せばいいけど、男の人ってそういうの覚えてるんですかね。ああ、いや、今どつもにハマっちゃった。どつもにハマっちゃった。ちょっとドボン。いいよ、二人いい。ラジオってそうじゃなきゃ、フリーなさ、自分のさ感性をもう取っ払ってさね、もう変でかな、進行突破って、そういうことを言ってもいいよ。でも、はい、君に30秒あげる。でもね、うん、あの、うん、男の人のほら体の写真とかあるじゃない、うん、カレンダーとか、うん、そういうのね気持ち悪いけど、うん、こういうお話はやっぱり男の人の聞くとなんかわかんないけど、いつもこれラジオはみんな女の人多いでしょ。だから話を聞きたいよね。そう、声も声はどういうのかわかんない。女の人の声聞いてもつまんないでしょ。あ、男の声だったらつまんない。つまんないよ。あ、つまんない。だってさ、あ、そう、うん、男の声だったらどんなのでもいいもの、別に。じゃあ、え、どんなのだっていいじゃない、人がどんな声出したら。女だったら、そう、男だったら、あ、これ嫌だなとか。あ、そう、今度男大会もあって男の人と女の人の声をブッキングさせるの、電話で。おすごい、すごい、一番変だよ。でもさ、変態だよ。でも結局は女がいれば男がいる、男がいれば女がいるでしょ。まあそれは合ってる。テレフォンエッチだよ。まあ確かにそうだけど、ね、同時にやんなければいいんだよ。片方ずつ別個で。録音じゃなくて、だからちょっと待っててねって。あ、いいかもしれない。そうだった。そう、立てると変だね。立てるとはいいよね。
そうなんですよ、うん、だから、うん、もうそういう盛り上がるコーナーなんて電話をしてほしいんですよね、はい、これまでのエッチ歴とかね、思い出に残るエッチとか、実際にどういう声ができるなんかをね、電話で寄せてほしい。一本勝負で勝つと賞金1万円、負けても残念賞3000円ですのでね。受付電話番号ははい、どうぞどうに千葉、ハマった千葉からお知らせします。ごめんなさい、突然だったからちょっといけないですね。なんか私、ぼーっとしちゃってた、今日ね。いや、今思い出したのはライブの時にあのミレオにね、ミヤがどうもありがとうございました。だけどこれ曲の人だよね。ごめんなさい、すいません。いや、いいのよ、いいんだよ、話しなさいよ、どんどん。自分をさらけ出すのよ、ラジオっていうのは。それによって聞いてる人がそれにね、賛同するかどうかなんですよね。ミヤちゃんは、若子ちゃんのことどう思いますか？そう、まあ、すごく元気な、そうですよ ね、元気だけど繊細ないい子ですよね、別の人にも来てもらいましたからね、もう明るくて素敵な、ね、本当に僕あと17歳若ければなと思ったんですけど。じゃあ最初の方は、私は違うと思うな。じゃあどういう風に言うんだい？ビリビリバリベリーグーって感じか。私は違うと思うな。じゃあどういうのよ？グッドベラーバターって感じかな。それは違うな、君たち。うん、こうだよ。うんぴらぴっぴのほうがそれは違うよ、ジジー。それは絶対違うよ。なおじさん、ジジーって言ったら俺、小耳に挟んだ、小耳にも挟んだし、うん、私はあの枕は股にも挟んで寝てるよ、俺は。なんて言ってね。なのに、今、ジジーなんて言ってないのよ。何ジジー、あ、ジジーって言ったら、もうこの後の俺のジジーじゃない証拠見せたら、チャックオープン。YKK、吉田工業株式会社。失礼。では出場者を紹介したいと思います。まずはですね、佐倉市の15歳の近藤正孝くんですね。正孝くん、はい、こんばんは。正孝くんはですね、朝ごはんのおかずで卵焼きを作ってたら目を離した時に焦げちゃって、でその焦げが1番目の答えは沙織ちゃんですってもじってたから。はい、はい、第2問です。行く瞬間の名前はワリアと。どうして笑ってるの？何のこと？私はいつもマリアだって言ってるから。汚いな、スイカの種みたいなの。じゃあ行ってもらいましょう、せーの。いいな、その声。第3問です。先日映画007シリーズの初代ジェームズ・ボンドの役のショーン・コネリーさんはカリフォルニアの参道でスピード違反をしていました。さて、その時の罰金は日本円にして約何円だったでしょうか？約27,500円。これで私がカリフォルニアでスピード違反したら約27,500円取られたから。本当に言ったの？本当。本当？うん。はい、第4問目です。葉山ピエールさんの職業は？指揮者。なんでよかったの？久しぶりに小さい頃の友達に電話しようとしたら間違ってリカちゃん電話にかけちゃって、でちょっとの間聞いてたら家族紹介でパパは指揮者なのよって言ってたから。うん、そうなのよね、あれ本当に言うのよね。あ、言うの？言うのよね。汚い的に。はい、最後の問題ですよ。はい、いいですか？いなかったよ。はい、おー、じゃあ行きましょう。さあ、これ行ってください、これ行ってください。はい、お願いします。いつもね、どうも。この大きくならない亀頭にょい坊主です。おー、いいえ、いいえ、うわ、マークしてる。カナちゃんめちゃくちゃ、うわ。